手、じゃあお座りください、どうぞ。はい、ということでね、昨日の試合お疲れ様でございました。はい、でまあいろいろね、世間ではすごく騒がれておりました。もう皆さんから先ほどねアンケート取らせていただいたんですけども、前田の呪い、あれに関しては玉田さん的にはどう思っておりますか？まあ、騒がれてるほど、はい、僕自身というか、まあ、僕たちは気にしてなかったと思います。はい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 、はい、ただあ、もう皆さん、でも中にはメンバーの中でこいつが一番気にしていたなんて人いますか？どうなんですかね、あんまりそういう話はしてなかったんですけど、はい、まあ小川が舞台で何か言ったみたいで。あれ、何て言ったんですか？あの J リーグのカンファレンスに行った時に、はいはい、前田さんのゴールが怖いということを言ってたので。あ、それが尾を引いてしまってのドローという。でもそれは避けられたんでよかったです。そうですね、はい、でもそうですよね。で今日の朝刊でもストイコビッチ監督が、前田のゴールだけにはすごく今安堵の気持ちでいるというふうに書かれておりましたけれどもね、一番なんか気にしていたのは意外には意外にストイコビッチ監督だったらしいんですけど、まあそれ監督としてはそりゃそうですよね。はい、まあできれば玉田選手ゴール決めたかったと思うんですけれども、なんか描いていたゴールシーンなんていうのはありますか？よろしいですか、はい、こんな風にして点取りたかったななんていうのは。まあ、やっぱり練習試合ではできてたあのコンビネーションからシュートに持っていくっていう形ができなかったんで、そうですよね、まあ、そういうものをもっとこれからやっていきたいですね。セットプレーとかこうサイドからの、ね、センタリングからの頭を使ってっていうのよりも、玉田選手はどっちかというとね、こうワンツーからとか抜け出してとかっていう方がね、やっぱりもうすごくこっちとしてて もうハラハラドキドキの魅力を感じるプレースタイルですからね。そうですか、はい、そりゃもうそうですよ。キープしておいてから一旦姿を消しておいてのまた最後に現れてストライカーみたいな感じで、いつも目を光らしてこちらも見ておりますので、ありがとうございます。はい、嬉しい限りでございますけども、で分かったよ分かったよ。で、いろんな方々からすごいいろんな質問を受けたままっていうんですよ、はい、で、それで僕、この富山市の方々は非常にグイグイ選抜の方が多くて聞いてます聞いてます聞いてます、そして引いてますです僕。で、チャーリーと申します、はい、よろしくお願いします、はい、チャーリー変われと、この席とマイクをよこせというそれも私よりも派手な格好をしたあちらの花柄のお父さんが、はい、ちょっと来てください、大きな口です。はい、プロレスのリングじゃないか。それでは玉田選手と対談してください、どうぞ。今までに一番お気に入りのゴールというか、まあ、何ですか？僕だとワールドカップとか、例えばこの間の飛び切りみたいなシュートが思い出されるんですけど、はい、玉田さんはどれが一番お気に入りなんですか？お気に入りというか、やっぱり一番印象に残っているのはワールドカップですかね。あ、それでおしまいですか？はい、とっと帰ってください。またリングアウトしてください。はい、大きな口です。で、こちらのね、女性もね、いるんですよ。ユニフォームを持ったそのロングヘアの女性です。はい、来てください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 。もう、ほんと、いや、いいです、いいです、来てください。はい、来てください。はい、来てください。はい、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 こちらに座って、ユニフォームまで持ってますよ。背番号が問題ですけどね。よかった、11番で、ね、安倍くんだったらどうしようかと思いました。ユニフォーム間違えて安倍神戸みたいな。どうぞ。じゃあ好きな女性のタイプは？女性のタイプですか、まあ、自分を持ってる人が好きですね、はい、持ってますか？ちなみにロングヘアが好きですか、ショートヘアが好きですか？その人に合ってればロングヘアです。縦縞が似合う人がいいですか、横縞が似合う人がいいですか？もう
ちろん横。横こういうところにのこのこ出てくる人と出てこない人どっちがいいですか。出てこない方がいいです大きな拍手です。ありがとうございました。他誰でしたっけ。あ、そうだ、なんと玉名選手のことが欲しいっていう小学生が言ってたんですけど聞いた。ケイト君、ケイト君、はいはい、はい、それでは一言玉田選手に向かってあの名台詞をよろしくどうぞ。パパどうした息子。肩を組む、肩車とは言わないから、はいはいはい、あかっこいいお父さんだ。玉田選手、もしこの子が息子なら二十歳の時の子です。なくもないですね。皆さん本当に親子です。なんてかというとケイタとケイジです。ケイタのケイは土二つですか。玉田選手の子、ケイタのケイの漢字どういうこと。まだまだ漢字が書けないらしいです。そんなことないね。水星の水、余計分かんなくなっちゃいました。はい、大きな口です。はい、あ、すいません、ありがとうございます。あと今年何ゴールあげますかっていう質問もございました。分からないですね。はい、でもなるべく多く取りたいし、まあ、実際ここだけの話、何ゴールぐらい言っときたいなみたいな。まあ、2桁行きたいですね。2桁行きたいなと、大木楽です。あと小学校とか中学校、まあ、小学校の子、小さい頃に、まあ、いろんなクラブチームに入ってたと思うんですけど、少年サッカーチームに、その時に監督とかコーチにこんな風にして褒められたら嬉しかったっていう、その言葉ってありますか。褒められることはあんまなかったですかね。あ、そうですか。怒られることもなかったんですけど。どんな風に怒られたら傷つきましたかね。逆にもっとこうしろって言われたら多分背いてたと思います。多分ね、サッカーのコーチからの質問だったんですよ。多分ね、だからそういう風にやると逆に子供たちが反発するななんていう、だからあね、小さい頃はそれでいいんじゃないですかね。まあそうですよね、はい、いろんなことにぶつかり合ってっていうことですよね。はい、はい、もういつ頃からここサッカー選手になるっていう、こう夢を抱き始めたんですか。小さい頃から作文とかでは、はい、サッカー選手になりたいとか、はい、ワールドカップに行きたいとか書いてたんですけど、まあ、小さい頃は多分みんな書いてると思うんですけど、あ、そうですね、本格的になんかなりたいなと思ったら多分高校ぐらいじゃないですかね。あ、そうですよね、はい、もう高校時代からもうずっと小学校からもうポジションは変わらないんですか。大体前目でしたね。そうですよね、はい、入れたいですもんね、はい、でも、もうこうやって見てると本当にもう映画俳優って言ってもおかしくないぐらいのマスクしてますよね。そういう選択肢はなかったんですか。オファーがまだないですね。オファーがそういう方面に出てかないだけですよ、きっと。サッカーもできる俳優みたいなね、うん、俳優もできるサッカー選手、逆にいいかもしれないですよ。演技できないです。イエー、何もしないのがまたここナチュラルでかっこいいかもしれませんよ。はい、ということでね、いろんな玉田選手のね、いろんなこう親近感あふれるそんな場面も、あのね、噂では玉田選手怖いじゃないかっていう、そんな噂も流れてたんですよ。だからチャーリー、変なこと聞いちゃダメよっていう、怒られてたんですけども。怖くないですよ。でもそういうこと言われることはないんですか。電話の時言われますね。あ、電話の出方が怖いとか。いる、そういう人。なんかすごい、なんか自分今マツコデラックスだっての気分になっちゃった。え、どういう風に出るんですか。はい、プルルルルカッチャ、はい、タマ、はい、ごめん、プツッツー。あ、そんな感じなんですか。の時もあります、ね、時もある、時もありますね。まあ、着信のあの名前を見て決めるわけですね。そうですね、そうですね。昨日、ペナルティエリアの
ちょっと外か内ぐらいで確か矢野貴章選手がファールを受けて、あの時に、PK だ PK だみたいな雰囲気になったじゃないですか。あの時にみんな PK だ PK だってやってたんですけど、多分玉田選手だけはその前に俺倒されたけど俺だけどっていう、そんなことじゃなかった。やってないですよ。イエーイ、やってましたってそう、ペナルティエラーの堂々ペナルティの中でバーンと押されて倒されたんですよ。でその後に貴章選手がライン際のペナルティエラーのライン際でガーン倒されて、みんなは今の PK PK ってやってるのに、田村選手だけは俺みたいな。見直してみてください。絶対あれ田村選手だけ見当違いなアピールしで、あの時に4人並んだじゃないですか。1回は解説者が間違えないかなっていう焼き芋スキーと、あと1回か、まあ、1回は間違えないかな、間違えたことありますよね。ないですよ。ないですか。言ってください、せーの。焼き芋スキーお客様です。でもな、呼ぶ時って何て呼ぶんですか。ニコラ。あ、ニコラ。あ、そうか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 。で、田村選手は他の選手たちから何て呼ばれてパスを受けてるんですか。僕なんて呼ばれてるか。はい。タマです。タマ。タマ、タマって言うんですか。そうそうです。そういうことですよね。よ、ボールをよこせることをタマの選手からはタマタマっていうことですよね。そうすると必ず来るんじゃなくてたまたま来る。たまたまですね。さあ次行きましょう。サイン会に移るか。タマの選手に次行きましょうって言われちゃったんで、そんな感じで、じゃあね。